覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとしてただ一瞬この一瞬引き金切るならどうでもいいと思えたその探し求めていた